聞くのが早い。住まい相談は住んで。はい、住んで埼玉です。本日はですね、埼玉の駅から遠いけれども便利なエリアを3つご紹介します。で、1個目がですね、浦和の原山です。埼玉市緑区の原山がですね、浦和駅からバス便で、まあ結構道も混んだりはするんで何とも言いづらいんですけど、だいたい10分ぐらいと思ってください。で、歩くとね、2、30分ぐらいはかかるんですけれども、浦和の原山めちゃくちゃおすすめです。ちなみにその原山小、原山中とかって結構その地元だと人気の学区で、そこに通わせたいっていう人もいるぐらいのあのエリアではあって、ザ・浦和なんで、本当に何だろう、教育熱心な家庭も多いし、変な人もそんな見かけないかなっていう感じで落ち着いたエリアなんで、浦和の原山めちゃくちゃいいです。オーケーあったり、メガドンキあったり、飲食店もたくさんあったり、産業道路と第二産業っていうそのロードサイドの近くなんですけれども、ジムもあったりね、なんかすごいね、あ、こんなに駅から離れてるのにこんなに充実してるんだって皆さんびっくりされると思うので、非常におすすめ。マリカさんもそこら辺のエリアに住んでますけど、はい、良い良いです、うん、ファミリー世帯おすすめのエリア。車は欲しいかもね。そうですね、うん、車は必須です。そうですね、まあなんでぜひですね、皆さん原山は一個おすすめしたいなと思いますんで、よろしくお願いします。で、二つ目はですね、ステラタウン近辺です。埼玉市北区のステラタウンっていう20年前ぐらいにできたあのショッピングモールがあって、これが大宮駅から物理距離で言うとおそらく2キロから3キロぐらい離れてるかなと。大宮から北上する感じで、高崎線の宮原駅、ニューシャトルの鴨宮駅、宇都宮線のトロ駅の周辺なんで、本当にね、ステラタウンってちょうどその全ての色真ん中みたいな感じなんで、こうね、歩くと10分ちょいそれぞれかかるみたいな場所も多いようなエリアなんで、駅頭の部類ではあるんですけれども、非常に良いです。あの、せっかくだったらなんか政令指定都市の埼玉市に住みたいみたいな人も結構いると思うので、まず埼玉市を諦めなくて良いっていうことと、あとはね、道路が平坦で、てか道が平坦なんで自転車の移動もしやすいし歩きやすいっていうのと、とにかくそのショッピングモール、ステラタウンっていうのがめちゃくちゃ便利だっていうことと、飲食店ともたくさんあるし、国道17号とかも通ってるし、東西南北の移動が非常にしやすい、16号もすぐ乗れるし、あの、車を持つと本当にどこ行くにもいいエリアだし、学区的にも結構ファミリー世帯多いんで、あの、結構ね、まあ生徒の人数も多いし、僕はなんか変な噂そんな聞かないんで、あの、もし情報ある人いたら教えてほしいですけど、上竹中とかね、上竹小とか、あそこら辺、あの、ぜひですね、ステラタウン近辺は予算、特にね、4000万前後ぐらいの人とかは、4000万前後で勝ち取れる暮らしの結構トップクラスにいいんじゃないかなって個人的には思ってます。まあなんで、そのステルタウン近辺っていうのはぜひおすすめかなと思ってます。で、最後3つ目は戸田市のですね、あの、彩花の湯っていうスーパー銭湯があるんですけど、そこら辺結構いいです。あの、戸田はですね、駅から近い方がむしろなんだろう、商業施設とかってその多くなくて、実は戸田の特徴としてちょっと離れた方がむしろ充実しているっていうことがあるので、戸田は非常に良いかなと思うので、戸田に関しては駅と5分以内とか10分以内だけじゃなくて、もうちょっと戸田市全域とかで調べた方が案外いい選択できるんじゃないかなと思ってます。リュータも戸田に住んでますけど、戸田はどうですか？戸田はそうですね、今言ったように駅前はあの、なんて言うんだろうな、あの、商業施設しか、まあ、駅前で軽くご飯食べるとか、うん、無印100均に行くぐらいしかできないので、まあ、十分だけどね、それで。だから、土日とかはイオンに行きたいってなると、やっぱり駅頭、北戸田イオン行ったりとかになるから、まあ、駅頭でも、そういう、今言った周さんの意見は、むちゃくちゃ住んで、同意というか、思いました。そうなんですよね。戸田はね、ずっと便利が続くって感じ。移動しても。それね、川口も同じなんで、埼玉市も結構そうだけど、やっぱね、駅前だけじゃないっていうことなんで、特に県南部はすごく人が多いから、人が多いってことは、食べ物屋が多くてスーパーが多いってことだから基本便利なんです、まあ、なんでぜひですね、その3つ、原山、浦和の原山、ステラタウン近辺、あと戸田のちょっと駅とっていうのもおすすめしたいなと思ってます。以上です、ありがとうございました。